はい皆さん、こんにちは。心療内科医、竹雄がお送りする、心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日はですね、現役医師解説、こんなにある、機能性の病気7選ということで、えー、何回かに分けているご紹介している機能性の病気、これを順にご紹介してみたいというふうに思います。えー、今までですね、何回かに分けてこの機能性の病気、 働ききととか動きに関しして異常があるという病気でしたねこういった病気をご紹介してきましたけれども、実はこれらはすべて、機能性身体症候群、いきなり難しい言葉が出てきましたね。ファンクショナルソマティックシンドロームといって、FSS と我々言いますけれども、こういったような形で、えー、まとめられていますで。今回はですね、その中でも代表的な機能性身体 症候群ですね抜けてますねを厳選して7つご紹介したいというふうに思いますはい、その前にか、あの簡単に自己紹介させていただきますと私診療内科医竹男と申します医師歴は十数年診療経験こんな感じになっておりまして資格としては診療内科の専門医と総合内科の専門医などを持っています 実は、心療内科っていうのは、精神科とは違う診療科で、内科の一つの分野なんですね。で、心身症というストレスに伴う体の病気、これを専門に見る診療科ですので、ぜひ、えー、チャンネル登録をして、今後の動画を見ていただけたらなというふうに思います。はいというわけで、戻りますけれども、機能性身体症候群ですね、これを順番に7つご紹介します。 まず1つ目ですね過敏性腸症候群ですねこれは結構聞いたことありますかね、えー、昔は過敏性大腸炎というふうにも言われていましたどういった病気かというと例えば会社で会議の前になると, <coughs>、えー、とお腹が痛くなって下痢をするためにトイレにかくまないといけないとかですねひどい方の場合には会社に行くまでも例えば満員電車に乗れないとかですね そういいいっったが出てくる方もいらっしゃいますあとは結構若い方でも多いので学生さんでもですね、えー、緊張するとテスト前に緊張とかするとおトイレに行きたくなってお腹が痛くなってテストどころではなくなってしまうというような病気ですで実はこういった体質の方って結構いらっしゃるんですけれども実際には過敏性腸症候群であるというふうな診断を受けていないという方もいらっしゃいます ただ、結構いいお薬は最近増えてきましたので、もしそうかなというふうにお思いの方はですね、お近くの内科、あるいは消化器内科、あるいは診療内科を受診していただくのがいいかなというふうに思います。はい、というわけで、2つ目ですね、2つ目は同じような病気なんですけれども、機能性ディスペプシアですね。 機能性ディスペプシア神そうですねディスペプシアって初めて聞きますよね、えー。このネーミングあまり良くないんですけれども、実は、機能性胃腸症っていう病気だったら聞いたことあるっていう方いらっしゃるんじゃないですかね。昔でいう機能性胃腸症、あるいは慢性胃炎のことを、この機能性ディスペプシアというふうに言うことになっています。 で先ほどご紹介した過敏性腸症候群というのはお腹の下の方の症状ですね。お腹の下の方があ痛くなってで、下痢をしたり、便秘とかしたりするというような病気なんですけれども、この機能性ディスペプシアの方は、お腹の上の方ですね、これが痛くなったりとか、胸焼きがしたりとかですね、すぐに食事をするとおお腹がいっぱいになってしまう、みぞおちのあたりが満腹感があるとかっていう、こういったような症状のことを、機能性ディスペプシアによる症状というふうに言います。 でこれもですね、えー、最近、非常にいいお薬も出てきましたのであの、もしそういう症状が続くという場合にはあ、お近くの医療機関、クリニックを受診していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じで、続々いきますね、順々に。3つ目、えー、緊張型頭痛ですね。あれ、頭痛というと、です片、ね、頭痛の方が有名じゃないのっていうふうに思われるかもしれません。ただですね、実は偏頭痛よりもこの緊張型頭痛の方が患者さんが多いということは知られているんですね。 でこの緊張型頭痛っていうのもネーミングはコロコロ変わります昔はですね、えー、筋緊張性頭痛と言ったりとかですねあるいは筋収縮性頭痛というふうに言ったりもしたんですけれども最近はですねこの緊張型頭痛というネーミングで統一されていますでこれはですねどういったことが起きているかというとまあ 簡単に言うとですね、肩こりのひどい版というふうに私は患者さんに紹介しています。皆さん肩こりありますよね肩こりって病気ですかね肩こりごときでというか、肩こりで病院に来るっていう方はあんまりいらっしゃらないですけれども、実はそれを放置していたりとかですね、どんどんひどくなってくると、頭の方にまでこう筋肉があこり固まってきて、この緊張型頭痛ということになります。なので、 この緊張型頭痛は肩こりの広い版というふうにぜひ覚えてくださいはい、4つ目ですね顎関節症ですいきなり顎の症状が出てきました顎関節症っていうのはあ耳の手前に顎関節っていう顎の関節がありますよね皆さん口開けたり閉じたりするとカクカクってなるところあると思うんですけれどもここに痛みが出たいとかあるいは変な音がする口が開けにくいとかっていったような病気になりますで顎関節症もですね、えー、基本的には歯科 歯医者さんですね、あるいは歯科口腔外科という大きな病院ですと口腔外科という口の中の外科を見る診療科もあるんですけれどもそういうところで見られていることが多いと思うんですけれども実は心身症の1つストレスによって悪化する病気の1つというふうにも言われていますで検査をしてもほとんどは異常ないんですねそれが機能性身体症候群としての顎関節症になりますなので、えー、こういった症状もこれに含まれますはいというわけで次5つ目ですね 咽喉頭異常干渉別名ヒステリー級とも言います。これはですね、えー、と私のチャンネルで別な動画でも十分に解説しましたけれども、咽喉頭っていうのは喉のことを言いますね。喉の周りに異常な感覚が続くような病気のことをこの咽喉頭異常干渉というふうに言います。 でえー、の喉の詰まり感っていうのは結構多いんですよね。耳鼻科の方でよく見られているということが多いですけれども実はこの咽喉と異常干症も機能性身体症候群でありなおかつ心身症でもあるということなんですねなので心療内科で耳鼻、えー、科の先生と一緒に見させていただくということもしばしばあります、はいえー、続いて6つ目ですね慢性骨盤痛ですね でこれはあ骨盤って皆さん分かりますよね腰骨のことですね腰骨の中があーずっと痛いというようなものですね慢性というのは長く続くっていう意味合いですので慢性骨盤痛ということになりますでこれはですねまあ我々診療内科医がよく見る慢性疼痛長く続く痛みの中の一つの範疇なんですけれども、えー、よくですね中年あるいはあのご高齢の女性の方に多く見られる方 あの病気になります。でなかなかです、ね、お薬を使っても良くならないということもありまして、まあ、漢方薬を使ったりすることもありますけれども加えて、まあ、我々心療内科医がやるようなあ心理療法ですねこういったものを使っていくこともしばしばあります。はい、で最後7つ目ですね7つ目は繊維筋痛症ですねこれは聞いたことあるっていう方いらっしゃるんじゃないですかね繊維筋痛症の動画を別の動画でまとめてますけれども まあ非常に簡単に言うと全身が痛くなる病気ということになりますもちろん診断基準というのがありましてその診断基準にのっとって診断をしていくわけなんですけれどもこの繊維筋痛症も特効薬というのがあるわけではないですしお薬ないわけではないんですけれどもあ心理療法であるとかあるいはブロックとかですねお薬飲み薬の治療とかですねいろんな治療が必要になってくる難しい病気の1つですはい というわけで、えー、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。実はですね、この機能性身体症候群というのは、ですね他にもいろんな病気があります。例えば、月経前症候群、女性の方ですね、女性の方の月経前症候群とか、あと、下半気症候群とか、慢性疲労症候群とかですね、いろんな病気があります。ただですね、この機能性の病気ということ自体が、まだまだ社会的な認知度が低くて、えー、苦労されている患者さんも少なくありません。 少しでもこういったチャンネルを通してですね、認知度が上がればなというふうに思います、はい。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし今日の動画がためになったということであれば、いいね、えー、チャンネル登録、周りの友達、えー、お知り合いの方に、えー、シェアしていただけたらなというふうに思います。で、コメントもじゃんじゃんお待ちしております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。